谷くんはっていいんですか？大谷くんって呼んで、はい、芸名なんですか？大谷に翔平、はい、あ、大谷にさんは英語やっとったんですか？英語は、うん、ちょっとだけやってました。英語で I have studied、 あ、現在完了きた、はい、I have studied English、 when I was university student。 So, only university student? Just 4 years, like? Until university. Okay, since when? 2 years. When? June? June って何？Before high school. Ah, junior high. Junior high school. Yeah. Okay. すごいね。それ覚えてるってこと。え、大学でめっちゃ集中して勉強したん？大学ではスペイン語を勉強してました。英語言ってた。英語とスペイン語。あ、じゃあスペイン語教えてください。教えてください。Please tell me Spanish。私しゃべられへん。Hablo español un poco。何言ってんの？何言ったの？Hablo español un poco。I can speak Spanish a little。全く喋られへん人が自己紹介するときに何て言ったんですか？スペイン語喋れません。はい、スペイン語喋れません。え、私はゆかりです。スペイン語喋れません。どうぞよろしくお願いします。ソイゆかり。ソイゆかり。ソイ。あ、ソイ。あ、ソイが私。ソイ。ソイゆかり。あ、こっちになっちゃったね、うん。はい、ソイ。本当はジョ。ソイゆかり。本当と嘘の違いは I am なんですけど、それが。あ、だけどスペイン語はその I とか U とかいらない B 動詞からできる。へー。で、ソイゆかり。ソイゆかり。ノープエド。ノープエド。ノープエドアブラール。アブラール。エスパニョール。エスパニョール。で、私はスペイン語は喋れません。ノープエド。ノープエド。ノープエド。アブラール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 。エスパニョール。エスパニョール。すごい。これあれやな。生徒、あの、喋れないっていうのが分かりました。教えてもここにいらっしゃる方が英語喋られへんっていう気持ちが今分かりました。覚えられないですね。これから大事に扱おうと思います。すごい、結構ビシバシやっとったから、もう一回言えみたいな言ってたからちょっと。あ、じゃあもう一回。やだめっちゃ言うなこれ。ほんま書いてってなるな、くるくるちゃん。So you carry no なんだっけ、プエド、プエド、アブラーラ。めっちゃ笑ってるよ、めっちゃ笑ってるよ。あの、R だけです。あ、アブラーラ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 、エスパニョール、エスパニョール、うん、あ、それいらんの。エスパニョールは R ないので、あの、あ、エスパニョールで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。うん、ムチョグスト。短いね、ムチョ。意外にムチョ。あ、ムチョだけでいいの。ムチョグスト。ムチョグスト。はい、スペイン語講座でした。はい、頭から全部言ってください。いつも言われてることやな。ほんまに今まですいません、芸人さんたち。私結構 SK で言ってました。本当すいません。ソイ、あ、ソイユカリのプエド、プエド、ウェル、ブラストラル、エスパニョール。めっちゃ笑ってる。お前な、笑うってちょっとムカつくな。そっか、すごい気持ちが分かる。はい、ほんで最後、ノープエド、アブラール、ノノープエド、アブラール、アブラール、エスパニョール。ムチョグスト。ムチョグスト。はい、僕が聞きたかったこと。あ、ごめん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 、めっちゃごめん。うん、何？前回来た時、はい、あの、僕は日本で真似をしてるだけの人ですっていうのを花火さんに教えてもらいました。うん、I just imitated in Japan。 うん、それはアメリカ行った時にいっぱい言いました、いろんな人。うん、聞いて分かってくれる人もいたけど、分かってくれない人もいて、そういう時にもう一回二重で説明するには違う言い方なんかないかな。なるほどね。誰かのモノマネイミテイトが、あの、なんていうか、通じへんってことやんな、真似るっていうのが。 I'm not Shohei Ohtani, Otani, I just imitated in Japan って言ったけど、うん、でも I just imitated someone、who is famous とか言わんと何をイミテートしてんのとか。でもこれ着てるので。あ、そうそうか、あ、そうか、メタオチャネ商品やんな。え、イミテートの代わりにあるっけ、真似てる
なんか him 言えなかったから。じゃあでもその通じる人とミミックかか、もう普通に like 大谷翔平とか like this みたいなのを入れると、さっき言ったように someone who is famous とかっていうのを入れずに like me like this appearance とか like this look、この外見のように真似してますみたいなのを入れると like this look、 like this look、 うん、通じるかもしれん。はい、はい、じゃあそれお願いします。ありがとうございます。はい、終わろうとしましたね。はい、 I just imitate、うん、him like this look. Do you understand? You understand? Yes. はい、はい、OK です。バイ。